こんばんは、吉谷さん。そして億万長者合宿の動画をご覧の皆様、また見ちゃいましたね。また見ていいんですよ。もうね、どんどん見てください。見ると楽しい、自分のためになる、人生が開ける。まあね、いろんな感情が湧き起こってきますけども、まあ吉谷さんね、私ね、カメラを導入していて、こうやってね、これは何かというと監視カメラですね。私の息子大和くんの様子を見ながらこうやってね、いろんな活動できるんで、全然このね、私はね、こういうテクノロジーにお金をかけて、自分があっちこっち動かなくてもいいように最適化してるんですよね。で、お金をけちるとこれができないんで、自分の体いっぱい動かさないといけないんですよ。で、結果やれることが少なくなっちゃうんですよね。まあそういった形で私はね、いかに時間を短縮するか、短縮する時間を短縮するツールはお金を出しても買った方がいいなというふうにいつも思ってますよね。でもそういうのをね、買うんじゃなくて、それでも時間がないって言ってる方にちょっとね、厳しめの、ちょっと尋常じゃないメッセージを送ります。時間がないって言ってるんだったら、もう飯食うなって話なんですよ。食事を抜いたらトイレの回数も減るんでいいじゃないですかね。で、もう眠るな、ね、寝なくていいと。しまいには呼吸の回数も減らしなさいと。そのぐらいまでやれば自分の人生はきっと変えることができます。で、そんなことしたら死んじゃうじゃないかって言うじゃないですか。だから死ぬまでにやればいいんですよ。ご飯食べずにしたらトイレに行く回数も減るでしょ。もうお風呂も入らないとかね。で、もう眠らないと。で、そうしてれば相当時間できるんですよ。で、体力が尽きて死ぬ前にどれぐらいできるかトライしてみればいいんですよ、ね、体が悲鳴を上げてできなくなったら、そしたらね、やっぱり休んでご飯食べて英気を養って、また同じように飯食わない、トイレ行かない、もう風呂も入らない、寝ない、それでまたやり込むと。時間できるわけですよ。それはね、最初はそれやるしかないですよ。他に方法があるんだったらそれをやってください。他に方法がないんだったら私が今やったのをやってください。それだけですよね。で、インプットとアウトプットの関係ですけども、インプットとアウトプットのその間にタイムラグがなければないほど現金化される可能性が高いです。インプットして3日後にアウトプットするのか、インプットして2秒後にアウトプットするのか、2秒後にアウトプットした方がお金になる可能性は非常に高いですね。そしてインプットっていうのはアウトプットと差し引いて、その差額がですね、収入になることが多いんですよ。まあ、ですので1インプットしたら10アウトプットする、そうすると9の利益が出るって考えてください。でも多くの方はね、時間がないから行動できませんでした、あれできませんでした、ブログ書けませんでした、 YouTube できませんでした、要するにアウトプットしないんですよ。インプットものすごいするんですよ。この動画を見るでしょ。この動画を例えば10分見ますよね。10分見て1分のアウトプットしないんですよ。1分アウトプットしたところでマイナス9なんですよ。だからこの動画10分で見たら60分のアウトプットした方がいいんですよ、ね、10分のアウトプット6本とかね。そうすると差額が50になりますから、50の利益が出る可能性があるんですよね。しかもこのインプット、この動画をインプットした次の瞬間にやるんですよ。このタイムラグがない方が利益になりやすいということです。まあ、それを繰り返してみてどうですかねってことなんですよ。そしてね、まあ、1億円とは言わないんですけども、例えばね、1億円とか100万円とか1000万とか欲しいなと思うじゃないですか。じゃあそのために何を差し出すかってことをちょっと考えたことあります、ね、私はね、1億円が手に入るんだったら、3年で1億円が手に入るんだったら、もうね、飯も食わなくていいと、風呂も入んなくていい、トイレも行かなくていい。で、実際この回数だいぶ減らしましたよ。食事の回数も減らして、トイレの回数も必然的に減って、で、寝る時間も減って、で、もう呼吸もね、回数減りましたね。はっきり言ってね、呼吸する回数減りましたよ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ言ってないんですよ。もうね、必要最小限の動きですから、呼吸もね、すっごくゆっくり、まあ息を飲むって言いますけども、報酬画面見た時息が止まります。いつもおーすげーみたいなね、呼吸の回数減ってるんですよ。まあ、私はちょっとね、吉谷さんみたいに朝9時から翌の5時までやったみたいな、なんかね、超労働時間長いよ自慢ちょっとね、しにくいんですけども、私はどっちかって言ったら、労働時間短くすることは得意なんですけども、だらだら長くやっちゃうのあんまりね、経験がないんですよね。ですんで、やっぱりこう労働時間を短くする工夫はするべきだと思いますし、労働時間が長いんだったら予算は絶対達成するようにやるべきだと思うんで、まあ多分それができないから今のお勤めに不満があるんでしょうね。だから今のお勤めの会社で予算達成して、人の予算まで達成してあげるのはね、ダブルスコアとか取れるようだったら給料も高いし、自由な時間とか有給とかもどんどんくれるから文句ないと思うんですけども、結局ね、厳しいこと言ったら今お勤めの会社で成績が悪いんですよ、ね、会社が悪いからじゃないんですよ。会社の業績が悪くても自分一人だけ良ければいいわけじゃないですか。世の中が悪くたって、別に社会情勢悪くたって、税金が高くたってね、自分だけ成績良ければいいわけなんですよ。
だから周りの状況に巻き込まれて同じように落ち込んでいくんだったら、あ、じゃあまあインターネットの世界来てね、やっぱ落ち目が来たら一瞬落ちちゃいますよ。そうじゃないんですよ。与えられた状況でどのぐらいベストが尽くせるかってことだと思うんですよ。それがまあビジネスですからね。だから何ですかね、金の相場が下がったからって言って投資で負けましたみたいなのはね、もうちょっとおかしい話で、投資ってのは下がるか上がるかっていうことを先見性を見立てて、下がっても利益、上がっても利益っていうふうに策を立てるのが投資ですから。だからね、金融相場が下がったから利益が取りにくいなりましたっていうのはちょっとおかしい話で、下がったって利益出してる人がいますからね、まあ、そんな形でね、どんな時でも利益を出すってい う, そういうふうなね、結果を出すことですね。それがビジネスですから、頑張ったんだけどできませんでしたってのはビジネスでも何でもなくて単なる休憩ですからね。それこそ時間がなくなるから、時間の無駄ですから、そういうのはどん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 やめていった方がいいなと思うんですよね。で、私今47歳で初めてね、育児をしてるわけなんですけども、こうやって24時間やってるんですけども、人が言うのには、やっぱりね、奥さんはいいねとかね、それから24時間家に入れていいね言うんですよ、いろんなこと。それ久保さんだからそういうね、余裕持った育児ができるんでしょって言いますけども、私ね逆ですね。私はね、20代とか30代とか40代の大半、これをですね、恋愛とか結婚とか家族ってものを諦めたわけですよ、だって自分の時間もないお金もないんで、そんな身分じゃないと思ったんですよね。で、やっといろいろ整ってきたんで、一戸建ても買ったし、もう十分お金も作ったし、資産も残したし、で、金利でいけるようになったしってことで、今だったら家族ってものを作っても迷惑かかんないんじゃないかなと思ったから、やっとなんですよ、47で。だから私振り返ったら、もう20代でね、家庭を持ったり結婚したりとかいろいろあると思うんですけども、する人は。私20年遅れてるんですよ。20年遅れてる分、せめてね、この50前の人間が家庭を持って子供を持つときに、豊かさぐらいなかったらどうするんだって話ですよね。で、47でね、子供を持って、で、私は家に全くいないみたいなね、だから収入も低いとかになったら、もう、何、年齢はいってるわ、時間はないわ、金はないやって、もう30区ですよね。だからせめて私は、年を取った分、もうビジネスにぶち込んできたと、資産形成にぶち込んできたっていう、そのね、空手バカ一代じゃないですけども、他のことはダメでも、空手、こと空手に、ね、なったら、もう誰にも負けないみたいなことはありますけども、私の場合はそれですよね。他のことは全然ダメだった。20代とか30代とか40代で家庭の温かみっていうのは知らなかった、作れなかった、その資格がなかったけども、47にして見てろよって感じですよね。20代30代で家庭を持った人に負けないぐらいのね、その若さに負けないぐらいの、老練さをね、ここから編み出していこうかなと思ってます。まあ、ですので、私は私なりに代償を差し出してきたんですよね。代償ですよ。1億円を手に入れるのにどのぐらいの代償を差し出せますかって先ほど聞きましたけど、私は安全な家庭運営の確率を高めるために20代30代40代を差し出してきたわけなんですよ。この時間ってものをね、一番私は失ってきて、時間がないと言えるのは多分ね、私の方ですよね。時間ないですよ。47歳で子供まだ0歳ですよ。で、子供20歳になった時、私ね70が見えてるんですよ。時間ないじゃないですか。どうしますかね。20代で結婚した方、20年経っても40代です私より若い年代ですよ。時間がありますよね。いやー、もう本当にね、可能性に満ち溢れてますよ。私はどっちかというと、あと終わっていくだけなんで寂しいもんですよね。で、稼ぐってことはね、ここで一つの概念打ち上げますけども、稼ぐってことは結局誰かに勝つってことなんですよ。それがパワーで勝つのか、睡眠時間で勝つのか、努力で勝つのか、知識量で勝つのか、工夫で勝つのか、いろんな手段ありますけども、稼ぐってことは勝ち抜くってことなんですよ。あ、もう大変だからやめたっていうふうに負けてしまうと、ビジネスにはもう勝てないですよね。要するに儲からないってことなんですよ。だからね、なんか何の代償も出せない、時間がないとか言って差し出す時間がないってことなんですよ。時間はあるわけですからね。食事をしたりトイレに行ってるわけですよね。なんか意味のわかんない時間過ごしてるわけですよ。それこそね、新しいスマホが出ましたとか、買い替えに行く時間すらもったいない、無駄ですよね。スマホなんて別にね、数年前のやつでもいいわけですよ。全然使えますからね。私今回iPhone の11 Pro を買ったんですけども、どこからグレードアップしたかっていうと 6S からなんですよ。何年間スマホを買い替えてないんだって話じゃないですか。でもそのおかげで、同じスマホを使ってるおかげで時間の短縮がむちゃくちゃできてます。だって何ですか、ショップとか行ってないですからね。全然開封とかもしてないんですよ。同じのずっと使ってるんで、ものすごい時間の作り方をしてますよね。だからこうやってね、スマホを買い替えないっていうのも時間の作り方なわけなんですよ。そういうふうにして、自分が何をね、
諦めていけるのか、要するに差し出せるのか、犠牲としてね、自分のビジネス成功とか、あの金融資産の構築とか、人生の構築のために何を差し出せるのかってことを決めなくちゃいけないんですよね。だから何を決めるかって言ったら、そうなんですよ、やめることを決める、やらないことを決めるってことが非常に大事で、あの稼ぐためにはそれが邪魔になるんですよ、やめてないこととか、ね、そこがすごく大事ですよね。で、私は会社、あのネットビジネスの速稼塾を成功させるためには、自分の会社すら捨てたわけですよ、社員すら捨てたわけですよ。社員の獲得だってものすごい時間と労力とコストかけてるわけですよ。で、信頼関係もものすごく作ってきてるわけですよ。それを捨てなければ自由は買えないと思ったんで、私は自由が手に入るんだったら誰と別れてもいいと思って社員たちと別れましたね。多少強引な別れ方だったんで、もう二度と会うこともないと思いますけども、あのやっぱりね、尋常じゃない生活とかね、普通じゃない結果を求めるんだったら、行動も普通じゃない、尋常じゃないことやらないと、それ行くわけないですよね。なんかね、普通はそんなこと考えられないですよって言うんですけども、いやだから普通じゃない世界に行くんでしょって話なんですよ。おかしいじゃないですか、その3年間で1億円の利益を残すなんてのは、これ普通じゃないですよ。生涯30年とか40年働いても1億円の金融資産できないですよ。ね、一戸建てなんて一括で買えないですよ。それをやってるってことは異常なんですよ。だから異常を目指さないと、それはね、あの普通で終わりますよ。普通で終わるってことは、今の暮らしがずっと続くってことなんですよね。その他大勢と同じような暮らしを続けて、結局はね、量産型になっていくんですよ。で、過当競争ですよ。量産型が一番過当競争ですからね。ユニークであったり少数派であったり独特であれば、競争はそこにはあんまりないんですよ。だからね、みんなと同じことやってれば出世競争があったりね、なんか争奪戦になってくるわけですよ。まあ、その辺をね、よくよく考えて行動していくことだと思います。さあ、すぐやりましょう。では失礼します。